こんにちは。今日は赤ちゃんの飲むトレーニングの重要性について専門家のお立場からお二人の先生にお話を伺います。松本歯科大学の拝島博之教授、そしてアスナロ小児歯科医院院長で歯学博士の佐野正幸先生です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、はい、まず佐野先生、はい、飲む練習は赤ちゃんの発達にどのように関わってくるんでしょうか。はい、以前は子どもたちの病気といえば虫歯でしたね、はい、それがやっぱり社会情勢の変化が子どもたちの口の中に大きな変化をもたらしました。以前は虫歯でしたけど、虫歯は本当に少なくなりました。その一方で口が閉じれない子どもたちで、鼻で息ができない、口でしか息できないという、そういった子どもたちが最近すごく増えてきました。でその一番の源は赤ちゃんの時に薄いものを食べたり飲んだりするというところが大きな問題点になってきているのでしょうか。では林間先生、お口の構造についてさらに詳しくちょっと教えていただければと思うんですけれども、はい、口の中には歯が生えてます。はい、もちろん、はい、ただどうしてこんな綺麗な U 字型をするんでしょう。どうしてですか。実はこれは中側からベロの力で押され、唇の力によって押され、それのバランスが取れたところにきれいに並ぶようになっているんです。ここで今のお子さんたちのように上唇が弱くて富士山型をしていると、外側からの力が弱くて歯並び自体が広がってしまいます。広がった状態ですと歯並びに悪い影響も与えますし、食べる時の悪い癖といったものが出てきてしまう恐れがあります。はい、そのためにも食べるとき飲み込むときにきちんと唇を使って唇を鍛えるということが大切になってきます。うん、唇を鍛えるにはどんな方法があるんでしょうか。まず最初、赤ちゃんは哺乳瓶を使ってしっかりと加えています。はい、その加えることによってそれだけでも唇っていうのは鍛えられてくるんですが、離乳食を始めるようになってくると、どうしてもお母さんたちって口の中に食べ物を入れたいがばっかりに、はい、こすりつけちゃうんですね。そうですね、はい、こすりつけちゃうと唇が降りてこなくても口の中に食べ物が入ってきてしまいますから、はい、与え方を間違えることによって唇を怠けさせちゃうということにつながってしまいます。それはスプーンで物を与える時からでは気をつけなくちゃいけないポイントなんですね。離乳食開始する時から気をつけなくてはいけません。飲むトレーニングとはいうものの、もうスプーンの段階から始まってるんですね。もちろんその通りです。へ、飲み物を与える時も最初はスプーンからもよろしいんでしょうか。最初ストローですとかその他のものを使ってしまいますと、はいはい、口の中にどれくらいの量が入ってくるのか分かりません。そしてそのコントロールも難しくなります。その点小さなスプーンを使っていただけると、これすり切り一杯までしか入りませんから、はい、赤ちゃんが溺れてしまうということがないですよね。そうですね、はい、まずストローに行く前にスプーンを使って一口量というのを覚えていっていただいてから、はい、だんだんと量を増やしていく。そのためにレンゲなんていうものを使うこともあります。なるほどなるほど。子供たちの口の機能の発達っていうのは歯が生えてくるというだけではなくて、うん、いろいろな動きができるようになってますよね。そうですね、やっぱり唇ってやっぱりそれと歯があることで言葉をしゃべるとか、うん、それからいろんな意思を伝えていくと、うん、やはりさまざまな表情を表現するというとっても大切な役割ですね。そしてそういったこと全般に影響を及ぼすのが、まあ、飲むトレーニングというふうに考えていいわけですね。うん、はいはい、そうですね。スプーンを使った練習ということですけれども、
それにもいろいろ方法があるんでしょうか。アドバイスをいただけるとありがたいんですが。どうしてもスプーンを使って食べさせる、飲ませるということになると、はい、まっすぐ入れたくなってしまいません。そうですね、ええ、ところが実は液体の場合は横向きにしてあげた方が液体が上唇に接する面積が大きくなります。そうするとどんな性状のものが入ってくるのか感じやすくなります。どんな温度なのか、はい、そういったところも分かりやすくなってくるので赤ちゃん驚かないですよね。なるほど。スプーンはまっすぐでなく横向き、そういったこともワンポイントだと思っています。はあ、勉強になりますなるほど。そして、ま、スプーンから入れば良いということは分かりましたが、コップやストローはいつから練習すればよろしいですか。そうですね、最初のうち赤ちゃんというのは離乳食開始するまでは基本的に水分は哺乳瓶から取っています。はい、でも何歳までも哺乳瓶というわけにいかないですよね、はい開始する、この哺乳瓶からストローの方に移行する、コップへ移行する、その開始の時期はだいたい離乳食の開始の時期と考えていただいていいと思います。最初は唇の力が弱いですから、はい、哺乳瓶の入手に近いぐらいの大きさのものを使用してもらって、はい、少し径が大きくなっている方がいいと思います、はい、その方が弱い力でも包み込むことができるようになっています。はい、お隣には少し細いタイプですね。そうですね、これが5ヶ月ぐらいから使うとすればストロー型のもの、これに関しては7ヶ月ぐらいから使用するのが良いのではないかなというふうに考えています。最初のうち弱い力で包み込んでいました。太い径でないと包みきれませんでした、はい、ところが機能が発達してくると細いものでも加えてしっかりと吸い上げることができるようになります。はい、7ヶ月ぐらいからの使用が目安だというふうに思っています。はい、我が子にストロー飲みを覚えさせるのに大変苦労したんですねそういうお母さんも多いかなと思うんですが、はい、何かいいアイデアはありませんか。それに一番適しているのはこのタイプのストローなんですね、はい、これは実はここを押すことによって液体が出てきます、はい、すごくいっぱい出てくるわけじゃないんです、少しだけ出てきます、はい、赤ちゃん何も分かりませんからこういう管を見て液体が出てくるなんてのは分かるわけないですよね。そうですね、うん、そこでこれを使ってここを押してあげると美味しいものが出てくるぞそれを体験学習してもらうことによって、はい、ストローっていうのは液体を飲むものだいうことを覚えさせていくことが大切になります。臨床でもこれすごく使用していますね。障害があるお子さんなんかに非常に有効に使わさせていただいています。へー、よく紙パックを使ってこう押してあげるっていうのをママ友から聞いたりもしたんですけれど、こうストローを抜いてしまったり細くてこう尖ってるのが怖かったりしたんですね。これだったら安心ですねたくさんのマグが販売されていますけれども、はい、まあ、どんなことに注意して商品を選んだらいいのかっていうのも教えていただけたらと思うんですが。そうですね、やはり唇の力が強くなっていく、それを段階的に促していってあげるというところで、まず最初は先端がやや径が太いものから始めて、はい、7ヶ月ぐらいに細いものに変えていくという形で、はい、唇の機能の発達に合わせて選んであげることが大切だというふうに思っています。はい、最初哺乳瓶で飲んでいる時って、はい、こうですよね、はい、上向きですよね、はい、こうやって傾けて飲むことができます、はい、そこにストローを入れると今度は下向きにしないと飲めないと、はい、いうふうになって子どもたちの飲む力の発達、それに応じて変更していくことが可能になっています。洗い物の点からいきますと、パーツがなるべく少ない方がありがたいなっていう気持ちがあるんですが、こちらの商品はどうですか。
こちらの商品は、パーツがすごく少なくできるようになっています。洗いやすいということですね。やはりその飲みやすさ、機能に合わせた飲みやすさだけではなくて清潔であるということがとても重要になります、はいはい、子どもたちに、無駄な菌細菌をですね与えることがないように、消毒が十分できるように配慮されている製品だというふうに思っています。そしてストローのお話、今中心に伺っていたんですけれども、コップがまた優れものなんですよね。あの360度で飲めるということで、はい、そちらもご紹介いただければと思います、はいはい、子どもたちはずっと哺乳瓶ないしは母乳から液体を飲んでいます。その間っていうのは乳歯をこうやって挟んで、はい、前歯で挟んで飲んでいるんですね。離乳食になると挟まないで飲むようになります。その挟まないで飲むということに慣れてくるのにだいたい3ヶ月ぐらいはかかってくるんですね。で合わせて離乳食を食べている間に上唇、唇の力がしっかりとすることによって唇の力もついてきます。そうするとだいたい8ヶ月ぐらいからコップへの移行といったものを考えていいんではないかなというふうに思っています、はい。で、この今回採用したのがですね、ここ中の構造物を押すと液体が出てくるような仕組みになってるんです。はい、これによって上唇がしっかりとこの構造物を押してあげないと飲むことができません、はい、でなおかつ上唇をこうやって押し付けるということによって液体がしっかりと上唇に、触れることになって、どんな正常のものが口の中に入ってくるのか、どれくらいの量が入ってくるのかといったことを体験学習できるようになっています。コップ飲みをするときに舌が飛び出してくるんですよ。これはどうでしょう。哺乳期においてですね、はい、実は大人と違うベロの位置で飲んでいるんですね。大人が飲む時っていうのは前歯の裏側のところに強く押し付けられていますけれど、哺乳瓶を使っている時はベロが歯列よりも前方に出たところで飲んでしまっています、はい、このまま飲み込んでいると何回も何回も矯正力が働いてしまって歯並びが開いてしまう、開口になっちゃうということがあります。それに対してコップ飲みの時に舌が出にくいような構造にしておきますと、正しい位置で、正しい大人のベロの位置で飲むことができるというような工夫もされています。舌が飛び出しにくい構造になっているんですね、はい、本当に参考になりました、はい、では最後になりますが、これから飲むトレーニングにチャレンジするママパパたちに応援メッセージをお願いします。では林島先生からお願いします、はい、親と子で同じものが飲めると、それだけで、その場が楽しくなってまいります。そのためにも正しい順番で、正しい時期に正しい用具を使うことで機能の発達、飲む機能の発達といったものが促されます。成長 を期待しながら、しっかりと用具を使い分けるようにしてみてください。続いて佐野先生お願いします。はい、人にとって飲む、食べるっていうことは人生を生き抜く本当の大切な力、最も大切な力ではないでしょうか。その源の全ての始まりはまず赤ちゃんの時から始まっていく。ですからお母さんお父さんの愛情の形がずっとその子の中一生に残っていく。ですからそれに合った素晴らしい商品を使って正しい与え方をぜひお父さんお母さん実践していただければ、きっとそのお子さん赤ちゃんが将来素晴らしい人生を得るには なる形になるのではないでしょうか。
便利な商品というのは本当にママパパたちの強い味方になってくれるんだなというふうに思いました。先生方、今日は大変ありがとうございました。